なあ、あんたに触れるには鍋つかみがいりそうだ。つまりその、すまん、やり直していいか。それが精一杯なの？二人きりになりたくないタイプね。さよなら。機嫌が悪そうだな。一杯飲めば大抵治るぞ。別に機嫌はいいんだけど、沼から這い出てきたみたいなやつを追い払うのに貴重な時間を使いたくないだけ。くそ。ね、望みはないのよ、可愛い子ちゃん。人間同士のコミュニケーションの機微はまだ学習中ですが、どうやらあなたは好みのタイプから外れているようです。ああ、どうもありがとな、バグリー。泣き言はよしてください。海にはいくらでも魚がいます。私たちのネットワークはこの町で一番大きな水槽です。相手が食いつきそうな魚も一匹くらいはいるでしょう。それでひとまず他の人で試してみましょう。次は女性にしてみては。かける時が来ましたよ。待ちくたびれたわ。変なこと聞くけど、最近インバイトでマッチングしなかった？違ったら、あそこの CEO を暗殺してもらわないと。実は一回も使ったことないの。ごめんね。冗談を言う相手は選んだ方がいいわ。人の命に関わることだもの。放っといても殺されそうだけど。なるほどね。ところで別の場所で話さない？どこか二人きりになれる場所で。嘘でしょ。こんなの初めてよ。他にはどんな秘密が？あなたにはきっと理解できないわ。生体認証データは手に入りましたか？ええ、データなら言い表せないほどたくさん集めてきたわ。感謝しなさい。ああ、よくやってくれた。それで次は？ぜひそのまま続けてください。私の方はまだアップロード中ですし、対象者からの連絡に対応しないといけないようです。つないで。ふざけないで。あなた何者？誰に雇われてるの？ロシア？中国？それともアメリカ？どちら様？かけ間違いじゃなくって？黙りなさい。アップロード完了。マリクがオンラインです。彼は今回の件で非常に感謝し、以後礼儀をわきまえるようになるでしょう。よし、これならなんとかなる。ウェストミンスター寺院で結果について話し合おう。それにしても期待以上の働きだった。今ありがとうって言ったの？切られました。ああ、勘弁して。集合場所をマップに表示しました。焦る必要はありません。ありがとう、バグリ。マリクが指定した場所はウェストミンスター寺院。いとこと寝たエドワード一世が眠っていることで知られています。バグリ、それって何か関係ある？もう降りる。76時間眠っていない。無理だ。疲れただけよ。いや、そうじゃない。ゼロデイのリーダーをよく知っている。勝てる気がしない。いいわ、名前を教えて。これはお願いじゃないわ。よし、信じるとしよう。私の分析によれば、ゼロデイを率いているのはおそらくサーズの反テロ対策局長だ、エマ・チャイルド。実に有能な人物で、伝説的な作戦指揮官で、それ以前に友人だ。数年来の付き合いで、死でもある。残念だけど消えてもらう。待て、待つんだ。間違いかもしれない。もしも間違いなら、彼女とゼロデイ両方が敵になる。まずはよく調べてくれ。慎重に行くわ。頼むぞ。
死にたくないだろう。スパイになんか同意したくはないけど、マリクは正しい。ここは慎重にならないと。なんたってSARSの反テロ対策の本部だからな。当然よ。まだ彼女の家にいきなり巡航ミサイルを放つわけにはいかないわ。その前に調査しないと。 OK、 それでいい。で、どうやってあの女を見つける？まずは手下からよ。マグリ、SARSのファイルを解析してチャイルドの手下を突き止めて、それからその人たちの通信機器をハックして。完了です。それも悪くないけど、誰かがうっかりエマチャイルドの居場所を漏らすまでただじっと待つわけにはいかない。それより口を割らせてあのおびき出そう。でかいことをやるならデッドセックのお決まりのやり方がいい。その方が楽しいだろう。エマチャイルドはSARSの反テロ対策局局長で、旧 MI6 の建物においてアルビオンとの各作戦を調整しています。つまり私たちがそこに侵入して彼女の元に届くようなメッセージを残せば。いいわね、そうしましょう。旧 MI6 の建物です。かつては世界で最も名の知れた諜報機関の本拠地でしたが、今ではSARSの根城になり、ヨーロッパ中の秘密工作や地味どの政変の情報が集積されています。ですので昔と大差はありません。まさかこんなことになるなんて。バーグリー、そのくらいにしときな。あんたは中央サーバー室を見つけ出して繋いでくれるだけでいい。あとはこっちでやる。お目当てのサーバーだ。バグリーを繋いでくれたらあとはこっちで処理する。わかったわ。ちょっとしたお知らせがあります。ですが聞いても怒らないと約束してください。バグリー、遊んでないで早く行って。お約束いただけなかったので詳細は伏せます。アルビオンの一軍がそちらに向かっているとだけお知らせします。終わったわ。わお、あんたが味方になってくれて本当によかったよ。よくやった。そこから離れてくれ。何か分かったらまた連絡する。作戦がうまくいったようですね。エマチャイルドの一味はまるで蜂の巣をつついたかのように大騒ぎしています。早いじゃない。チャイルドのお友達全員にあなたの MI6 での活動を記録したセキュリティ映像を送信しました。ことを早く進めるためです。それって安全なの？安全とは言えません。ところであなたは派手なマスクをかぶって傭兵をぶん殴ったり、機密情報を盗んだり、車でカフェに突っ込んだりしていると思いますが、安全の定義を伺いたいところですね。確かにね。で、どうする？ある集団が駐車場でエマチャイルドと会うことになっています。監視カメラを切られましたが、建物の CTOS ハブに私をつないでもらえればスイッチを入れ直せます。私は賢いので。ならやることは一つね。リマインドします。この駐車場でエマチャイルドがお友達と会う予定です。マリクからは彼女がシコラクスであることを確認してから殺すよう依頼を受けています。これが偶然であるわけがない。サーバーがやられた直後に姿を消した。リチャード・マリクが裏にいる。暗殺の準備が整いました、ミセス・チャイルド。マリクは表に出てきた瞬間即死します。表に出てきた瞬間とは？他に何か言うことはないのか？はい、その通りです。完全に姿を消しました。カードを使用した履歴もありません。当たり前だ。奴はバカじゃない。私たちの手札は知られてる。フィラメントには頼れないということだ。目と耳を使うしかない。すでにロンドンを離れているか、あるいは郊外に。だからバカみたいな言い訳してるのか？ええ、もちろん裏付けはあります。マリクはデッドセックと連絡を取っており、奴らにかくまわれているのではないかと。ロンドンをまるで敵地のように脅かすんだな。地元のボートと連絡を取り協力させるとは。ならばこうしよう。人員をすべてデッドセックのもとに再配置。
根気よく木を揺らし続ければいずれマリックが落ちてくる。さあ仕事だ、行ってテロリストを殺してこい。マグリ、マリックに連絡して。応答がありません。もうやるしかないわね。くそ、急げ。おそらくチャンスは一度きりだ。エマ・チャイルドが保護された回線で内務大臣との間にオプティックリンクを開きました。爆破事件の潔白を本当に証明したい場合は証拠を集めるチャンスかもしれません。車に接近してもらえれば私がハッキングします。エマ・チャイルドと通信をつなぎます。落ち着いて行動してください。こちら局長のチャイルド、コードキロアルファキロ711。コードと声紋を認証しました。内務省の回線に接続します。お待ちを。回線に異常が。気のせいかもしれませんが念のためチャンネルを切り替えます。これは面倒ですね。つなぎ直しますので少々お待ちを。デッドセックの件に人員を集約させています。大臣、先日のあなたの連絡員の件がありましたので、このことは直接お話ししたいと。おい待て、まさかあの件もデッドセックの仕業だというのか。あれは確かお前のところの何だったか、確かほらマリクとか言ったか。ええ、まさにそれが問題なのです。大臣、新たな証拠からマリクがデッドセックとつながっている可能性が浮上しました。冗談だろエマ、これはただごとでは済まないぞ。こちらで対処を。くそ、失礼トム、もう一度回線を切り替える必要があります。お待ちを。どうやらこの策略は組織のトップか、あるいはそれに近しいところから始まっているようですね。離れないでください。まもなく処理が完了します。対処するとは具体的にどうするつもりだエマ。今まさに向こうのハッカーが私の通信をハッキングしています。異常の発生はそのせいでしょう。やけに落ち着いてるなトム。私も新米じゃありません。車はただのおとりです。発信機を仕込んでおいたので、こうして話している間にも相手の座標にアルビオンが急行しているはずです。1時間以内には拘束してみせます。今回は私が接続を切りました。早急に逃げてください。任務の途中で病院送りになりました。長引きそうです。なあバーグリー君、復讐の時間はもちろんあるよな。マリクから連絡です。しばらく潜伏する。直接連絡する危険はこれ以上犯したくない。待てよ、今の聞いただろ。あいつはお前を殺そうとしてる。それが証拠だ。ああ、そちらと組んでいることも気づかれている。想定していたよりも深く知られた。すまない、もう時間だ。じゃあな。ざっけんな。ほっとけばいい。ゼロデーの黒幕は分かったんだからもう用はない。あとはあの女を見つけるだけ。実は MI6 のサーバーに接続した際に市内にある SARS のセーフハウスのリストを入手しました。ただ数はそれなりにあります。そうだ、チャイルドの仲間の GPS 情報とリストを照合してみろ。きっと一致する場所があるはずだ。いいね。バグリー、最優先事項だ。あの女も年貢の納め時だな。いたぞ、そこだ。動くな。おい、動くな。大変残念なお知らせですが、お仲間が一人拉致されました。え？きっとSARSの仕業だ。アルビオンがやったにしてはやり方が巧妙すぎる。問題はその理由だな。マリクについての情報を引き出すためでしょう。当然のように拷問されていると思われます。エマ・チャイルドが誘拐したやつを拷問してマリクの情報を引き出せと発言しているのをご覧になっていると思いますので、くどいでしょうが。くそ、マリクを見つけないと。バグリー、何か知らせる方法があるはずだ。もちろん、位置をマークしました。マリクは慌てて立ち去ろうとして最後のメッセージの暗号化に失敗したよう。マリクのセーフハウスはこの近くにあるはずですが、入り口は隠されています。ひとまずおかしな色をしたレンガやいかにも怪しげなレバーを探しましょうか。
バグリー、手を貸して。どうやらマリクがセキュリティの一部をアップグレードしているようです。彼は変質的でぶっ飛んだ人物ではありますが、一方でその分野の専門家でもあります。果たしてあなたの手に負えるかどうか。ですが私なら問題ありません。どうです、ドローンはお気に召しましたか？悪くないでしょう。さすがね。光栄です。良いですか、マリクについて分かっているのは自分の賢さを過大評価しているという点だけです。ですから私が処理を始め次第ドローンか何かを送り込むような対抗措置を取るでしょう。その間は私の背中を預けますからね。分かった、任せて。いやはや、ドローンですか。あれだけ吠えたのですからマリクにはもう少し頑張ってほしいものです。セキュリティドローン程度、話になりません。ハッキングしてしまいましょう。私はマリック。SARS のファイルならバグリーよりも素早く解析できる。だが私の考えうる最も厳重なセキュリティ対策といえば自動プロキシジャンプだ。やれやれ、準備はいいですか。行きましょう。素晴らしい。マリック、こんなものに私が引っかかるとでも思ったのですか。すぐに終わります。彼が前に使っていた暗号でメッセージを変換し、15秒おきに再発信するよう設定しました。みんなよくやった。あとは仲間を助けられるようにマリクを説得するだけだ。よし。それとありがとう。おじけづいても仕方がない状況なのにみんな本当にすごいよ。あんたたちが仲間でよかった。暗号化された通信です。私たちのマリックじゃない。お話ししましょう。私を脅したからにはそれなりの理由があるんだろうな。なければ切るぞ。エマチャイルドに仲間がさらわれたの。情報に。マリックの考えではエマチャイルドはここで私たちの仲間を捕らえています。確かにボーリング玉にかぶせたゴム手袋に負けないくらいキツキツに警備されています。分かったわ。連絡が来ました。妙ですね、これは。今すぐ馬鹿げた行為をやめるんだ。一体誰なの？ SARS 反テロ対策局長エマ・チャイルドだ。お前は大きな間違いを犯してる。リチャード・マリクは信用できない。やつは。はいはい、もうおしまいですよ。失礼いたしました。どうやってハッキングされたのか特定するのに時間がかかりまして。気にしないでいいわ、バグリー。良かった点としてはマリクの誘導は正しかったということです。彼はこちらの仲間を利用しようとするでしょう。彼を探せばそこに必ずチャイルドもいると思われます。爆弾を置いてくることもできた。しなかった理由は？バカだからでしょ。共通点があるからだ。お互いリチャード・マリクに騙された。見ろ、アルビオンの新しい治安維持契約だ。準備はいいな。おおむねな。だがその前にどうなってるか教えろ。そうだな。今デッドセックというテロ組織に潜入している。会合をセッティングするから奴らの到着前に部下に私の身柄を拘束させろ。リアルに頼むぞ。バレないようにな。汚い手だ。そうだろう、リチャード。そんなことをして何になる？テロリストが死ぬ。
これは推測だが、マリクは爆破事件に関わっている。隠蔽にもな。そしてヤツと共謀者は新たな爆破を計画している。それはあなたでしょ。そういうさ、スパイの処方だ。嘘は真実に混ぜて伝える。あなたの方を信じろっていうの？取引材料はまだ他にもある。仲間を預かっている。マリクを始末するのに手を貸してもらおう。いいか、そのドアが開くまで30秒だ。つまりマリクがゼロデイのリーダー、そう言いたいのか？断言はできませんが、どうやらそのようですね。次の攻撃のために私たちを騙そうとしていたのは確かです。分かってると思うけど、とんでもなく危険だ。どうするかは自分で決めな。マリクがゼロデイかどうかはどうでもいい。私たちを皆殺しにする気なのよ。やるかやられるかだわ。よし、どうやってやる？本気でマリクを殺すつもりなら考えがあります。あなたが選択に困るほどね。シンプルに行こう。開けた場所に連れ出して撃つんだ。それでもいいですが、面白みに欠けませんか？毒を持ってみてはいかがでしょう。今のところ誰にも毒を使っていませんし。余計なこと言わないで、狙撃案で行きましょう。仕方ありません、引き下がりましょう。提案に同意し協力するとチャイルドに連絡します。マリク、いえ、シコラクスとつながりました。彼の頭に風穴を開けるために公の場所で会うよう説得するのが目的だということを忘れないでください。大したことない、やりましょう。エヴァ・チャイルドは連れてきたか？その件で問題があるの。会えない？何があったんだ？彼女は私たちが来ることを知ってた。内通者がいるのかもしれない。会って話せない？ピカデリーはどう？いや、ピカデリーはいつもアルビオンでいっぱいだ。トラファルガー広場はどうだ？バグリ、それでいい？トラファルガー広場最適です。なら話は決まりだな。切られました。よし、エマと話して仲間を返してもらうわよ。良い考えです。私だ。それで準備は整ったわ。詳細はバグリーが送る。それでいつ仲間を返してくれるのかしら？リチャードの死亡を確認したら返す。ふざけないで。仲間を返さないならマリクは自分で始末して。いいだろう。では無作為に選んだ地点に送り届ける。だがその後についてはこちらでは一切責任は持たない。無事に確保したいなら急いだ方がいいだろう。